こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では本日5月20日に発売となりましたユニクロとマルニのコラボレーションラインですね、こちら実際に買ってきましたので皆さんにですねなるべく早くお伝えしたいなと思って動画を回しています。まあ、以前ですね動画でもお伝えした通りこのコラボレーションはめちゃくちゃ楽しみにしている方多いんじゃないのかなと思います。特におしゃれが好きな方であればマルリというのはですねすごく好きな方も多いかなと思いますし、ただちょっと値段が高いのでなかなか手が届かないようなというブランドだと思うんですね。まあ、僕自身もマルニは好きなんですがやはりなかなか買えるもんではないんですね。唯一僕がですね愛用しているのはこちらのシャツなんですが、去年購入してですねガンガン着たのがこのマルニのシャツで、個人的にも大好きなブランドなんですね。そのマルニがですね僕らの味方であるユニクロとコラボレーションするということでかなり話題になっていたんですが、以前にもお伝えした通りこのユニクロとマルニのコラボレーションのアイテムというのはですね僕の中では派手マルニと地味マルニ、この2つに大きく分けられるかなと思うんですね。詳しくは以前の動画を見ていただきたいなと思うんですが、その中で今回僕が購入してきたのは後者の地味マルニの方なんですね。僕が着ているこのシャツに関してもマルニの中では比較的ですねベーシックで使いやすいものなので大人の男性にも似合いやすいと思ってるんですが、今回ですね僕のチャンネルでは基本的にですね大人の男性に向けてベーシックからトレンド感を程よく取り入れるようなスタイルをですね皆さんにお伝えしているので、僕のチャンネルに合ったようなマルニのコラボレーションアイテムをですね5点ご紹介したいなと思うのでぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからは実際ですね購入したものを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず1つ目のアイテムなんですけども、僕が今着ているこちらのオープンカラーシャツですね。正式な名称はですねオーバーサイズオープンカラーシャツ括弧半袖、色はですね69度ネイビーを選択しました。これはですね以前ご紹介した動画の中でも一番気に入っているというふうにですねお伝えしていましたが、やはり現物を見たら写真よりもさらに良かったので僕はこれはですね真っ先に購入をしました。まあ、このようなオープンカラーシャツってユニクロの中でも結構定番的にあるので、そちらも完成度が良くて素晴らしいんですね。あとは先日のユニクロとセオリのコラボレーションですね、こちらのブラックのオープンカラーシャツもめちゃくちゃ良かったんですよ。なのでオープンカラーシャツがいっぱいあるわけなんですが、これはねやっぱりマルニらしさというのを存分に感じるような一枚になってるかなと思うんですね。まあ、どういった点なのかというと、まずはですねシルエットですね。僕は今回ですね身長164センチ53キロと小柄なんで、いつもですね S サイズがジャストサイズになるんですが、まあ、最近はあえてワンサイズ上げて M だとかそういったものを選ぶことが多いんですが、こちらのマルニとのコラボのものに関してはやはり最初から結構ゆとりのあるような設計になっているので、僕はこちら S サイズを購入しました。まあ、見ていただいても分かる通り結構ボックスシルエットでゆとりもありますよね。後ろも見ていただきたいんですが、こんな具合で割と S サイズなんですけども、ユニクロの定番のオープンカラーシャツの M よりもうちょっと大きいぐらいのサイズ感なんですね。まあ、袖もちょっと長めでこのボックス型の雰囲気ですね、この基本となるデザインがまずはめちゃくちゃいいですね。まあ、大人の男性であればいつも通りのサイズでまず間違いがないかなと思うんですが、もうちょっとトレンド感出したいなという方はあえてワンサイズ上げてみるのもいいかなと思います。あとはですねこのステッチ使いですね、ちょっと見ていただきたいんですが、基本はネイビーなんですけども、そこに対して水色っぽい綺麗なステッチが入ってるんですね。これが着こなしの程よいアクセントになってるんですね。ただ個人的にはこういったステッチでアクセントをつけるっていうのはあんまり好きじゃなくて、今までは避けてきたんですね。というのも結構安いビジネスシャツとかでボタンホールがブラックだとかピンクだとかアクセントになってるようなものって結構多くて、それがちょっと苦手なのでステッチの色はなるべくですね本体に馴染ませてある方が好きなんですが、こちらはですねマルニとのコラボということで品があるんですよね。遊び心があるんだけどもやりすぎてないし、ちゃんとアクセントとして上品に機能しているので、このねステッチの色使いはすごく綺麗だなと思いました。ポケットもね割とこう目立つ位置にあるので、このステッチ近くに行くと見えますし、あとはボタンホールですね、この部分も水色の綺麗な色合いが出ているので、結構このあたりは、まあ、男性から見た時にもいいんですが女性から見た時にもですね好印象なのかなと思うので、このあたりもぜひチェックをしていただきたいなと思います。あとは本体の色です。
ですね、ネイビーという表記なんですが、色合いがですね、濃いネイビーというよりは少し明るみがあって、少し見方によっては紫っぽく見えるところ、そこがですね、色合いめちゃくちゃいいなと思いますね。コットン 100% の素材なんですが、程よい光沢感もありますし、色の雰囲気がすごく上品なんですね。まあ、最近ネイビーはそんなにこうトレンド的な色合いではないんですが、その中でも地味に見えないような華やかさのあるネイビーで、このバランスがもう絶妙で、僕は雰囲気がいいなと思いました。まあ、ちなみにですね、これ値段が2990円というところで、めちゃくちゃお買い得ですね。マルニのシャツって結構高いんですよ。それに比べるともうありえないほど安いので、ぜひ皆さんこのシャツはチェックをしていただきたいなと思います。もうどう考えてもですね、3000円のシャツには見えないぐらい高見えしつつも、アクセントが効いていて、大人の遊び心の効いた一枚としてめちゃくちゃ活躍すると思うので、ぜひチェックをしていただければなと思います。そしてその流れの中で2点目をですね、ご紹介したいなと思うんですが、実はこの内側に着ているですね、ボーダーのカットソーなんですね。これを皆さん見ていただきたいんですよ。これがね、すごくいいんですよね。こんな形で今ネイビーのシャツの内側に入れているのが、こちらのボーダーのカットソーなんですね。正式な名称はですね、ボーダークルーネック T シャツの半袖67のブルーですね。これはね、なかなか品があっていいですよ。僕もね、先日ユニクロの定番のボーダーのカットソーを皆さんにお伝えしたかなと思うんですが、あれはあれでめちゃくちゃベーシックで使いやすいです。最近このようなもともとオーソドックスなボーダー柄というのがちょっとトレンドになっていまして、さまざまなブランドからリリースされてるんですね。このマルニとのコラボレーションモデルはすごくベースのボーダーラインが細かいんですよ。ちょっと脱いでみましょうか。結構細かめで、しかもですね、ちょっとランダムなボーダーになってるんですね。そのあたりがすごく個人的には面白みがあって素敵だなと思うんですね。本来ベーシックなはずのボーダーがこのようなマルニらしいアクセントが加わることで、かなり素敵に見えるかなと思います。ちなみにサイズなんですが、僕はですね、 M サイズを今回購入をしました。というのも最初からゆとりがあったんですが、 T シャツをもし1枚で着ることがあったら、少しゆったりぐらいの方がトレンド感があっていいかなと思ったので、ワンサイズ上げてですね、こちらは M サイズを購入しました。まあ、正直ですね、これでもまだまだ物足りないという方もいらっしゃると思うんですよね。もっとこう大胆に大きくして2サイズアップぐらいでもトレンド感が好きな方だったらすごく使いやすいかなと思いますね。で、これをですね、どう使うのかというと、個人的には1枚着はあんまりしないかなと思うんですね。というのも、ぜひ背中を見ていただきたいんですね。はい、こんな具合でかなり背中側のインパクトが強いんですね。ボーダーがかなり太めになっていますし、上の方と下の方でボーダーのピッチも変わってくるので、まあ、このあたりのひねりの効かせ方、丸いらしくていいなと思うんですが、個人的にはこの前面の感じがすごく大人っぽくて使いやすいボーダーかなと思うんですね。ですので、この上にシャツを着てあげて、ちょっと退屈な着こなしの時にアクセントにするのもいいと思うんですね。あとはブラックだとかネイビーのジャケットを上に着てあげるというのもすごくバランスがいいかなと思うので、この前面を使って後ろは重ね着をすることで見せないというところが、まあ、僕ら大人世代には使いやすいかなと思います。ただこの大胆なデザインもだんだん見てるうちによく感じてきたんですよね。最初は違和感あったんですけども、やっぱりこのあたりのね、見せ方、ポップなんだけども上品で大人っぽいというところはマルニはとっても上手だなと思うので、1枚で着てみるのも全然 OK かなと思うので、そのあたりは少しずつ目を慣らせながら皆さんにはトライをしていただきたいなと思います。カジュアルなのに品があるというところがマルニの最大の魅力だと思うので、まさしくこのボーダーの T シャツはそんなマルニらしさをですね、すごく上手に表現しているアイテムかなと思います。ちなみに金額が驚きの1990円、2000円を切ってきました。めちゃくちゃお買い得というか、こんなに安くしていいのかというぐらいですね、驚きの価格なので、ぜひ皆さんもね、通常のベーシックなアイテムだけではなくて、たまにはこういったポップなものもトライをしてみると一気に価値観が広がると思うので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、こちらオープンクラシャツの今度はベージュですね。このね、ネイビーも良かったんですけど、ベージュは買う予定はなかったんですが、実際に着てみたらめちゃくちゃ良かったんですね。正式名称はオーバーサイズオープンカラーシャツ31のベージュで2990円ということで、まあ、この値段だったら僕は2枚買っておいても、まあ、間違いはないのかなと思うんですね。まあ、先ほどもお伝えしましたが、通常のユニクロにもベージュのオープンカラーシャツありますが、色味がまた全然違くて、こちらコットン 100% なんですが、ベージュの中でも少しイエローっぽさを感じるような綺麗なベージュなんですね。特にですね、春夏の雰囲気に合ったような綺麗なベージュなので、思わずこちらも買ってしまいました。
でサイズなんですけども、結構僕の中では迷ったんですね。まあ、今回はネイビーに関してもベージュに関しても S サイズ、通常の自分のジャストサイズを買ったわけなんですが、これワンサイズ上げたいだとか、場合によっては2サイズ上げる方もいらっしゃるのかなと思うんですが、やはりですね、夏場ってそれなりに暑いので、あまりにビッグシルエットだと僕はですね、ちょっと暑苦しさを感じてしまうので、まあ、これぐらいのサイズ感で十分かなと思いました。まあ、袖を見ていただいても、長さ的にですね、関節よりもちょっと長めになりますし、袖幅も結構ゆったりしています。肩も落ちていますし、着丈もそれなりにあるので、いつも通りのサイズ感でもちゃんとオーバーサイズの雰囲気は出るので、僕はこのサイズで十分かなと思います。ですので、大人世代、特に30代後半から40代以降の男性で、まあ、ベーシックな部分を軸足にしながらトレンド感を程よく入れるという方に関しては、僕は通常サイズでまず間違いがないかなと思います。で、ステッチなんですけども、先ほどのネイビーに関しては結構ステッチの感じが目立つので、それまたアクセントになって素敵なんですが、こちらはですね、本体と馴染む形でそこまでインパクトは強くないんですね。ですので、よりベーシックに使いやすいのがこちらのベージュかなと思います。まあ、このようなベージュ系ってどのようにコーディネートすればいいのかわからない方も多いかなと思うんですが、結構簡単で、内側にはですね、僕はプリント T シャツを合わせています。これはですね、有楽町阪急でいうところの2階にですね、マルニがあるんですが、以前はですね、その2階にドリスバンノッテンというブランドがありまして、そちらで買ったのはこの T シャツなんですけども、ちょっとモード感のあるようなブランドと合わせていますが、白系のプリント T シャツだとか無地 T シャツの上にですね、こういったベージュのシャツを重ねていただければ、もう間違いなくですね、相性がいいかなと思います。で、ボトムスに関しては一方でちゃんと色を引き締めてあげるというところで、ブラック系のパンツがいいかなと思うんですが、先ほどからずっと履いているのがこちらのブラックのボトムスなんですが、これは先日の動画の中で僕がですね、熱量たっぷりでお伝えさせていただきましたタックテーパードパンツですね。ユニクロの定番なんですが、僕はね、これぐらいのシルエットが今回のマルニのスタイルにはすごく合うかなと思うんですね。まあ、ちなみにちょっと話は脱線しますが、マルニのボトムスはちょっと試着をしたんですが、結構大きめだったんですね。もうビッグシルエットもビッグシルエットで、これが可愛く見えるぐらいですね、太かったんですよ。なので、まあ、僕の体験にはちょっと合わないかなと思って今回は見送ったんですが、かといって定番のスマートアンクルパンツとかで合わせてしまうと、それまたマルニらしさっていうところがちょっとこう感じられなかったですので、ややゆったりめのシルエットのボトムスを合わせたいなと思ったので、タックテーパードパンツ、これがね、めちゃくちゃ相性がいいかなと思うんで、今回このまま全部履いていきたいなと思います。で、足元は今回はですね、ジャーマントレーナーを履いてるんですが、ちょっとこうマルニと相性の良さそうな海外ブランドということで、メゾンマルジェラのですね、ジャーマントレーナーを履いています。まあ、こんな形で上半身は明るめで合わせるというのがまずはバランスがいいかなと思ってまして、ボトムスはその代わりブラックだとかダークグレーで引き締めると、結構こういったベージュ系のシャツ合わせやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもそんな形でこちらのシャツチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、僕が今上に羽織っているこちらのですね、短丈、短い丈のアウターですね。商品名はオーバーサイズユーティリティジャケット57のオリーブを購入しました。これはめちゃくちゃいいですよ皆さん。ただですね、1点だけデメリットがあるんですけども、暑い。今日はですね、結構晴れ間が見えて暑いので、これはですね、今日の気候にはなかなか合いづらいというところが一つのネックではあるんですが、物としての完成度はめちゃくちゃ高くて、個人的にもすごい気に入っています。これからですね、梅雨に入ってちょっと肌寒いなという日にはこちらのアウターもですね、活躍するかなと思うんですが、このような色合いであれば春だけではなくて、もちろん秋にも使えるので、2シーズンカバーするという意味では一着あって間違いがないのかなと思います。まあ、このような短い丈のアウターって最近のトレンドになっていて、さまざまなブランドから出てるかなと思うんですね。先日のユニクロとセオリのコラボレーションのモデルだと、ライトグレーのものがめちゃくちゃ良かったかなと思うんですが、今回はコットン素材で、まあ、見ていただくと分かる通り、色のね、雰囲気もめちゃくちゃいいんですよ。オリーブの上品な雰囲気、失敗するとやぼったく見えがちなのがオリーブなんですが、その中にも品が漂うというのがマルニの見せ方、とても上手だなと思うんですが、色合いもすごくいいですし、あとはデザインですね。まあ、ベーシックな部分もあるんですが、まあ、この腰の部分に大きめのポケットが2つついていると、これがデザイン的な一つのアクセントになるんですね。そして前面だけではなくて、ちょっと後ろ見ていただきたいんですね。このちょうど腰の部分にもですね、同じポケットがついていて、後ろから見た時にもアクセントとして機
能するのがこのアウターのすごいところなんですね。まあ、デザイン的に木をてらった感じは全くないんだけども、随所にこだわりが散りばめられていて、なおかつ着た時にですね、満足度が高い一着になっていて、個人的にはね、これもう名作だと思いますね。で、肝心なのはサイズなんですね。ここ最後まで迷いました。今回僕が購入したのは S サイズなんですけども、これはですね M でも全く問題はないと思います。僕はちょっとあんまり身長が大きくないですし、あと腕もねそんな長くないので、M サイズにすることで結構ね腕が大胆に長かったんですね。まあ今時期だったらちょっとこう腕をまくりながら着るっていうのもいいかなと思うんですが、秋なんかに着る時にはまあこれぐらいコンパクトでも僕はいいかなと思います。まあコンパクトとは言ってもマリンのデザインなので十分ゆったりしてるので、これはですねベーシック派の方々であれば通常サイズを選んでいただくのもいいと思いますし、トレンド感出したい方は思い切ってワンサイズ上げるのもいいかなと思います。このあたりは好みの世界なので、まあぜひ皆さんのねしっくり着たサイズ感を選んでいただければなと思うんですが、ちょっと着れる時期としては短いかもしれないですが、秋口にも活躍する一着としてこれは持っておいて間違いのない選択だと思います。非常にバランスがいいので、僕はこれも今年だけではなくて数年単位で使えるような名品だと思うので、ぜひ皆さんにはご紹介ができればなと思いました。ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目のアイテムなんですが、僕にとってはこれは今回買ったものの中で一番意外性があって、正直ですねこれが一番気に入ってますね。ちょっとこれは買うとは全く予想してなかったんですが、商品名はですねテーラードジャケット57番のオリーブですね。これがねめちゃくちゃ良かったんですね。まあ、なぜ意外性があるのかというと、僕はあまりユニクロでジャケットを買うことは多くないんですね。特にユニクロ U だとかプラス J でもこういったジャケットって必ず展開があるんですけども、僕はあまり買わなかったんですよ。というのもジャケットってそんなに量はいらないですし、着る機会って今はこうカジュアル化が進んでるのでそんなに多くないですよね。そうなると僕はですねジャケットもっと価格帯が上でもいいかなと思ってしまって、あんまりユニクロで買わなかったんですが、このテーラードジャケットはめちゃくちゃ良かったです。まあ、何が良かったのかというと、まずはですね、まあ、シルエットだとか基本デザインにおいてはですね、まあ、すごくオーソドックスではあるんですが、あまりこう絞りの効いたものではなくてボックス型になってまして、このあたりはですねまさにマルイらしいデザインかなと思うんですね。マルイのデザインのジャケットをこの値段で買えるというところがすごくありがたくはあるんですね。なんと7990円なのでめちゃくちゃお手頃です。そのあたりも惹かれたんですが、なんといってもですねこのオリーブの色味がめちゃくちゃ良かったんですよ。素材はポリエステル 100% なんですけども、安っぽく見えることがなくて適度な光沢感があって、オリーブの中にもやっぱり品があるんですね。このあたりの見せ方めちゃくちゃ上手です。まあ、ジャケットというとやっぱりブラックだとかネイビー、グレーとかそのあたりがベーシックなところで、まあ、よく見るかなと思うんですが、オリーブのジャケットって僕は大好きなんですよ。通常のジャケットにはないような少しひねりの効いた色合いで、着るだけでちょっとこう人との違いが出せるのでオリーブのジャケット大好きなんですが、なかなかですねめちゃくちゃいいオリーブのジャケットって探すのが難しいし、あとはネイビーだとかブラックに比べるとベーシックではないので失敗した時に怖いので、なかなか高いものは買えないんですね。その点8000円前後でこれぐらい質のいいジャケットが手に入るのであれば、僕はマストバイだと思うんですね。非常に仕上がりがいいです。内側もですねすごく綺麗で、このような形で裏地もグラデーションになっていて、色合いの上品さというところがしっかりと細部までこだわりが詰まっていて、そのあたりもすごくいいですね。でサイズ感に関しては少しゆったりめではありますが、僕は普段のジャストサイズの S を購入しました。それでもですね適度にゆとりがあるので、いわゆるイタリア系のジャケットとかに比べるとかなりゆったりめになっています。さらに大きくサイズを振るという方もいらっしゃるかなと思うんですが、僕はね通常サイズでも十分ゆとりが出るので、これぐらいが大人の男性がさらりと着るにはいいかなと思います。まあ、正直ですね先ほどのアウターと同様に今時期だと暑いんですが、まあ、それなりにですね生地も軽いし風合いも春夏らしさが出ていて、僕は羽織りやすいかなと思いますね。今のようにですねプリントTシャツの上にさらりと着るだけでちゃんと様になるので、ぜひこのジャケット皆さんに体験してもらいたいですね。ブルーネイビー系もあったんですが、個人的にはこのオリーブが
すごく上品で、なおかつ人と被りにくいというところではすごくいいと思いました。でこのジャケットなんですが、一応セットアップでパンツも用意してあって、そちらも欲しいなと思っていたんですが、ちょっと試着をしましたらかなりワイドシルエットだったんですね。ですので今回僕は購入を見送りまして、先ほどからずっと履いてるですね、ユニクロのタックテーパードパンツですね、これを合わせています。まあ、上下でオリーブでまとめるというのはかなり上級者向けなので、ジャケットだけ購入して、内側はホワイト系の T シャツ合わせて、下はこのようにブラックで引き締めるというのがすごくバランスがいいかなと思うので、このような形で合わせてもらうとオリーブのジャケット意外と使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さん通常のネイビーのジャケットに飽きていたとしたら、これは買わない手はないかなと思います。ただ1点だけ残念な部分があるとしたら、ボタンですね。このあたりがまあかなり上品な感じかというと、まあお値段相応かなという感じなので、個人的にはこのボタンを付け替えてもいいかなと思うんですね。僕の知人のスタイリストさんが、ユニクロのシャツのボタンを変えるとだいぶ雰囲気が変わって上品に見えますよということを教えてくれたので、このボタンに関してもちょっと上品なボタンに変えてあげることでだいぶ見え方が変わるかなと思うので、ちょっとですねこの後僕はカスタマイズをしながら、さらに高見えするようにですね、このジャケットを調整してみたいなと思います。まあ正直ですね、このジャケットは僕の中でも完全にノーマークで買うとは思ってなかったんですが、非常に満足度が高くて自分の着こなしの幅をぐっと広げてくれたので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では本日5月20日に発売となりましたユニクロとマルニの待望のコラボレーションモデルですね、こちらを5点購入して皆さんにご紹介させていただきました。冒頭にもお伝えした通り、今回はですねマルニとのコラボレーションの中でも派手さのあるものではなくて、比較的使いやすい地味マルニの方をですね皆さんにご紹介したんですね。とは言ってもどのアイテムに関してもマルニらしいポップさだとか、あとはサイジングですね、ここもトレンド感があって、普段のユニクロにはないような魅力がですねしっかりと詰まっているので、ぜひ皆さんもですねお近くのユニクロにですねマルニが並んでいましたらチェックをしていただければなというふうに思っています。まあ、なるべくですね短期的に楽しむトレンドというのも悪くはないんですが、できる限り長く使えた方が僕はいいかなと思うので、今回ご紹介したアイテム、トレンド感もあるんですがすぐに飽きてしまうものではなくて、結構中長期的に使えるかなと思うので、ぜひ皆さんのワードローブの中に加えていただければなと思っています。こちらのチャンネルではこれからも大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。